よし、はい、どうも皆さんこんにちは、ラテでございます。と今回はまあね、盆ですね。今日から盆が始まるって感じなんですけど、ちょっとコロナの影響で実家に帰れずてか帰れたくないですよね、あまり広げたくもないし。なのでまあいつもだったらお盆実家に帰って何かごちそうをね食べてワイワイしてるんですが、今日はそんなことができないので、ちょっとね奮発して一人暮らしなんですけど、まあちょっとね贅沢に行こうかなと思います。ので今回作るのは焼き鳥ですね。まあちょっと東京とかそこら辺の焼き鳥とはなんかちょっと違うかもしれませんが、まあそこは地域性なので、まあお許しください。とりあえず添えるキャベツですね、まあ、これは僕の地域じゃ絶対出てきます。絶対焼き鳥行ったら絶対出てくる。ちょっと大きめに切るんですよ、ね、本当に。よいしょ、いやこんだけあれば十分だろうな。ちょっと多い感じもするけど、まあちょっと贅沢にいこう。こんな感じ。じゃあ次ネギですね。これネギマに使います。いやーこれ3本使わねえかな。よいしょ。刺すのは竹串なので、大体こんなもんかな。ああもうこんだけ切っとけ十分でしょ。それじゃあ串に刺していきたいなと思います。足りるよなこれで。はい、いけるか。まずはこれ牛下がりですね。まあ本当だったらもっとねこうごっつい太いやつじゃない、太いやつとかなんですけど、まあもうこんな薄っぺらい焼肉用しかなかったんで、これを折って刺してします。まあこれで1本だろうな。よし、はい、それじゃあ次は鶏いくかな。鶏、あ俺のネギちょっといいくらいの、あー俺のネギ落ちた。今回はちょっと長い動画になるからな。よし切れた。それじゃあこれをまず肉かな。多分皮とか取るんだろうな本当は。でそれで鶏皮とかしちゃってもいい。悩んだ。まあこんなもんでいっか大体。はい、ネギマ1本2本3本はい、あなんか声が、はい3本よいしょ。これだけのためにタレ作るか。完成。それじゃあまあちょっとねネギマ用のネギが残っちゃったから、これはシンプルに刺して食べよう。よし、ナイス。はい、ネギ。やば、適当すぎかよ。じゃあ次が本当の目玉。よいしょ。よいしょ。
これが目玉ですね、今回の。もしかしたら下がりの時点で串にすんのそれってなってる人もいるかもしれないんですが、まあ串にします。でこれは豚バラ、うわ、はい、豚バラですね。こいつはこんぐらいの薄さにカット、よし、切り終わりました。そしたらこいつを刺していきますと。で、はい、豚バラ、あ、でもね、やつつけて、はい、豚バラ、はい、マジでむずい、はい、はいよ、はい、あ、よし、じゃあね、これを焼くだけです。じゃあ焼いていくのはまたね、おなじみのクレープパンで焼いていきたいと思います。平べったいからね。ジュー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 、ネギマ完成。ちょっとこのネギどうする、このネギもうちょっとやっとく、まあ、いいや、ちょっと一回戻してですね、どうも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 、じゃあここに塩コショウをかけます。まだつけすぎてもな、なんかもげたくね、俺。よし、オッケー、なんかもげたよね、もげてるよね、これ。それじゃあ次、豚バラ焼きます。じゃあまたね、塩コショウを振ります。反対向きにして、じゃあ次、じゃあここにも塩コショウを振って、大きいな、まず。あ、ちょっとかけすぎた。あ、このぐらいが一番かな。はい、じゃあ。それじゃあ次、鶏皮と、この牛下がり焼きます。よし、それじゃあ、下がりは終わり。あっ、あっ、あっち。あっち。やべ。じゃあ、はい。皮も終わり。はい、こんな感じで焼き終わりました。それじゃあこれにキャベツにうまだれをかけて、あー、こぼれた、あー、こぼれた。
これでいただこうと思います。では最後まで見てくださりありがとうございました。まあ、できれば盆中にやりたいと思う、投稿したいと思うんで、盆中に投稿できてたらまあ頑張ってたんだろうなと思っててください。ではバイバイ。これが本間もんの豚バラやで、ね。